気になるあの子丸分かりってうさんくさ。ゆいちゃんおかえり。ただいま。鬼ナオトさん緊張しなくてもいいのに。違います、そんなんじゃ父さんが再婚してゆいちゃんは俺の妹になった。一緒に暮らすようになってもう半年になる。俺のことをどう思っているのかな。もしこのアプリが本物だとしたら。失礼します。ああちょっと待って、今日お母さん遅くなるって電話あったよ。さっきメールもらいました。それでは。こうかなと。うえ、ここって確か廊下にいたはずなのに、どういうことだ。これって、俺がゆいちゃんになっているのか。唇の感触もあるってことは、ここはゆいちゃんの部屋。まさかこんな形で妹の部屋に入るとは。何が起きてるんだ。鏡に自分が映っていないのは変な感じがするな。でも今は俺がゆいちゃんなんだって。俺がゆいちゃんなんだから問題ないよな。それにこんなエッチな顔するなんて。おい、お前はなんともないのか。ゆいちゃんどうしたの。いつも通りの俺だ。本当になんともないのか。なんともないってどうなってるんだ。俺なんか悪いことした。俺だ。でも、ゆいちゃんの中にいるのも俺だぞ。そろそろどいてくれない。俺は確か、元に戻ってる。ゆいちゃんは。寝ているだけか、よかった。そんなバカなこと。このアプリのせいでゆいちゃんの中に入っていたのか。明日から楽しくなるぞ。